ティトゥス・フルーユウス・ユニウス・マクリアヌスは、ローマ帝国の皇帝戦勝者。父と区別するため、コマクリアヌスとも呼ばれる。父は、エクイテスの出身であったと考えられているが、母は、貴族の生まれだった。母の名は、ユニアであったと考えられる。ローマ皇帝群像によれば、コマクリアヌスは、ウアレリアヌスに仕えるトリブヌスであったというが、 この文献は信用のおけるものではない。260年、ウアレリアヌスはサーサーアンアサへの遠征に向かったものの、エデッサの戦いで壊滅的敗北を喫し、捕虜になった。この時、マクリアヌスと父、そして弟のクイエトゥスは、メソポタミア属州にいた。皇帝の財務官だった父やウアレリアヌスの、プラエフェクトゥスだったバーリスタの支援を受け、 コマクリアヌスは弟クイエトゥスと共に皇帝を名乗った。軍団の指示を得て、帝位を戦勝した彼らと異なり、ウアレリアヌスの息子で、元より共同皇帝だったが、リエヌスが正当な手続きで皇帝に即位していたが、彼は遥か正方にいた。コマクリアヌスとクイエトゥスは、帝国東方で皇帝として認められ、ローマに食料を供給する重要な地であるアイギュプトゥスに、本拠地を置いた。 一時的に、ペルシア戦線側の領域を確保した後、コマクリアヌスは、父と共に、ガッディエヌスを排除するべく西方遠征を始めた。しかし261年秋に、アウレオルスに敗れ、コマクリアヌスは、オーマクリアヌスの依頼により、部下の兵たちに殺された。ありがとうございます。